曜がアドベンチャーへようこそ。エリです。前回は海にアドベンチャーに行ったので、今回は山にキャンプに行きます。今日の動画のレッスンのまとめは説明欄に書いておりますので、よかったら読んでみてください。そしたら早速始めるよ。あぐらをかいて座ろう。さあ、キャンプに必要なものを車のトランクに入れていきます。手と反対側の膝をタッチしてテントを探して、テントどこかな。テントを車の中にポンと入れて、次はカメラ取ろう。反対側カメラをポンと入れて、次これ大事、虫よけスプレー入れておこう。さあ、体をもう一回ねじって、あったあった。このスプレーちゃんと出るか確認しよう。鼻から吸って、大丈夫。さあ最後一つだけ、自分の好きなものを持っていくよ。何がいいか一つ選んで、体をねじって取ろう。先生は枕持っていこうかな。さあ好きなものをトランクに入れて、トランクを閉めます。足の裏と裏をくっつけて、手を高く伸ばして吸って吐いて、ふう、トランクガッシャーン。閉めたら早速車のエンジンスタート。四つん這いになって、片一方足を手と手の間に置いて後ろの足伸ばそう。大きくストレッチ、ブン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 。反対側もブン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 。さあ車準備 OK です。早速行ってみよう。ドライブ出発。足をまっすぐ伸ばしてハンドル握って、運転するよ。ブンブンブン。さあ坂道にやってきました。坂登ってみよう。坂登ってお腹にしっかり力入れて、次は坂下るよ。わー、さあ起き上がったら次はくねくね道に入っていきます。左右にゆら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 揺れて、おー、さあ山が近づいてきました。山のポーズやってみよう。まっすぐ立って足を少し広げて、手は足の横に置いて、目をつむって10秒動かずにじっとできるか先生と競争だよ。じゃあ目をつむっていくよ。1、2、3、4、動いてないかな。5、6、鼻から吸ってゆっくり吐いて、7、8、9、10、できた？上手。さあキャンプ場に着きました。ドアを開けて山を眺めてみよう。膝をついて足を真横に出して、手を大きく高く伸ばして、体横に倒してドア開けるよ。ガシャン。反対側もせーの、ガシャン。さあキャンプ場に着きました。キャンプ場に着いたらまずはテントを作ろう。テント三角形、三角形のポーズやってみよう。足を大きく開いて、片方の足横に動かして、手は肩の横、大きく開いたら手空に上げていこう。三角形作って、よいしょ。ゆっくり吸って、ゆっくり吐いて、とっても上手。反対側も行くよ。よいしょ。足を戻して、今度は反対側の足横に向けて、せーの、三角形、綺麗なテントできたね。じゃらーん、とっても上手。さあゆっくり起き上がって、さあテントを立てたら木の枝を拾いに行こう。山の中に入って木の枝を拾っていきます。
木の枝のポーズやってみよう。四つん這いになって、手は肩の下、しっかり後ろの足伸ばして、さあ手でしっかり床押そう。このまま10秒数えるよ。1、2、3、4、5、6。鼻から吸って、ふう、7、8、9、10、できた、上手。さあ膝をついて、さあ枝を拾っていると、ブズーブズーと音が聞こえます。蜂発見、蜂の呼吸やってみよう。あぐらをかいて座って、人差し指を出して耳塞いでみよう。ポン、真似してみてね。鼻から吸って、もう一回、蜂が近づいていきます。逃げろー。わーわー、もう追ってきてないみたい。よかった。木の枝にカブトムシ発見。カブトムシのポーズやってみよう。仰向けに寝て、足を上げたら足の裏握ってみよう。膝をぐーっと曲げて、おー、気持ちよく枝に止まっているカブトムシ。はー、カブトムシをゲット。さあカブトムシ捕まったら、手と足ブラ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 、捕まっちゃった。さあゆっくり起き上がろう。そろそろ夜ご飯を作る時間です。今日はカレーライスを作ろう。足を大きく開いて、野菜切っていくよ。人参、じゃがいも、あと何入れよう、玉ねぎ入れる。他に好きな野菜いっぱい入れて、さあ切っていくよ。包丁でジョン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 、トン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 、ゆっくりトン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 、今度はスピードアップ、トン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 。さあ次はお鍋、ぐるぐる混ぜていこう。足を握って、このままぐるぐるカレーを混ぜていこう。お鍋を混ぜ混ぜ、おいしくなれおいしくなれ。反対側も、せーの、おいしくなーれおいしくなーれ。いい匂いがしてきたな。さあそしたらあぐらをかいて一緒に食べよう。まず食べる前にカレーの匂い嗅いでみよう。吸って、はあ、おいしそう。いただきます。おいしい。さあお腹がいっぱいになったら、手をお腹に当てて丸描いていこう。丸丸。さあ次は反対側の手、頭ポンポン上下に動かして、さあ今私たちは頭を使っています。おお、両方とも丸にならないように気をつけて。よいしょ、反対側も行こう。手をスイッチしたら、よいしょ、おお、お腹いっぱい、おいしかった。さああっという間に暗くなってきました。次はキャンプファイヤーの時間です。大きな大きな火を作ろう。火の呼吸、手と手を合わせて顎の下に置いて、大きな火を作るよ。真似してみてね。鼻から吸って、ゆっくり吐いて、もっと大きくするよ。最後、上手、できた。大きな大きなキャンプファイヤーが出来上がりました。ここで
怖い話をしたり、ギターを弾いて歌を歌ったり、楽しい時間を過ごします。そしてあっという間に空を見上げると綺麗な星が見えてきました。さあみんな横になって空見てみよう。仰向けに寝て、手と足を伸ばしてリラックス。シャバーサナという時間、とっても大事な時間です。目をつむって、綺麗な星を見てみよう。綺麗だな。流れ星が見えるよ。流れ星にお願い事してみよう。一つだけ願い事をしてみよう。何がいいかな。さあ、願い事してみた？ここで魔法の呼吸を吹いてみよう。願いが叶うかもしれない。鼻から吸ってゆっくり吐き出そう。願いが叶いますように。大きく鼻から吸ってゆっくり吐いたら、手と足を動かして膝を抱っこ、コロンと好きな方に横になって起き上がろう。おお、あぐらをかいて。これで今日のヨガアドベンチャーはおしまいです。手を胸の前に合わせて、あ、ここじゃなかったさあ、ヨガの合言葉覚えてるかな？ナマステ。ナマステを一緒に言っておしまいにするよ。せーの、ナマステ。ありがとうございました。もし気に入ってくれたら、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。そしてコメントの方もお待ちしております。じゃあまた一緒にヨガしようね。バイバーイ。